これから作るものは体重がね増えてきた。なんか夏ってね結構代謝が落ちて太るらしいんですよね。水太りしちゃうのもあるし、若い時は夏痩せるんだけど最近は夏太っちゃうんですよね。なのでちょっとなるみちゃんに教えてもらった、人参と酢水につけてありますけどごぼうとレンコンのスープを作ってみたいと思います。あとね、家にある野菜、オクラ、こういう夏野菜、おなすとかね、早く使いたいものを入れて野菜のスープを作っていきたいと思います。ニンニクも入れます。はい、でオクラ切って入れてコンソメ4つと白だし入れてみました。トマトをね買い忘れちゃって、トマト入れたらきっとねもうちょっと夏のスープになるかなと思ったけど、ただこれだけでもちょっと味見てみますね。うん、美味しい。コンソメだしが効いてて、でごぼうもレンコンも人参もみんな皮付きのまま入れちゃった。でちょっとのしなびた青唐辛子早く使いたいから入れて、あんまり辛くないやつ、オクラとね、こんなスープでした。大腸のことだけを考えたスープ、これでいいかな。これでちょっとね試してみます。皆さんもたまには根菜スープ飲んでね。それじゃあね、でこのクッキングタイムでした。元気でね皆さん、バイバイ。